こんにちは、豊橋豊です。今回はアルファードのスライドドアを近づくだけで開く方法をご紹介したいと思います。雨の日に傘を差しながら買い物袋を持っている時や、赤ちゃんを抱っこしている時など、両手が塞がっている時がたまにあると思います。そんな時に便利な機能をご紹介します。やり方は簡単です。まず車から降りたら、普通にロックして離れます。スマートキーのセットボタンを長押しして、開きたい側のスライドドアボタンを押すだけで、次に近づいた時に、スライドドアを開く予約ができます。では近づいてみましょう。1メートルくらいに近づいて、少し待つと、まずロックが解除されて、スライドドアが開きました。ちなみにスライドドアやバックドアは、この辺のボタンでも開閉できます。間違って SOS ボタンを押さないように、注意してください。いかがでしたでしょうか？覚えておくと役に立つ時があるかもしれません。今後もアルファードの機能などをご紹介していきますので、チャンネル登録お願いします。